税方式になるというのはね、私どもにとっても年金受給者にとってもこれはね二重三重の負担と同じなんです。まあ、二重っていうのはちょっとごめんなさい、二重負担と言いたかったのに、ね、ここの部分をちょっともう一回説明したいんです。つまり免除を受けている方、この方は気の毒な方で結構だと思うんです。これはもう、皆さんでね、救い合いながら、つまり生活保護の方、それから、障害でですね、働けない方、それからそういう方が、ですよね。そういう方に、これは国でですね、面倒を見て、その権利を払わなくて結構ですよ、その代わり年金は、まあ、将来3分の1なり2分の1なんかちゃんと払いますよ、こういう約束ごとなんです。で、これは、ね、我々がやっぱり払ってるわけですよ。我々はやっぱ払ってる。それでこれは二重、ここで二重負担なんですね。まあ、これもしょうがない。お互い様だから。だけど、さらにこれをですね、今回の年金の、その、分をね、消費税で払うとなると、今度は三重負担になると。消費税で、ね、払いますね。そういうことになりかねない。したがって、私ども、その年金生活者は、やはり、これはやっぱりその耳障りのいい話にですね、ちょっと待てよと、とか考えてみる必要があるんだから、まあ、こういうふうに思います。これがまああの1番目、2番目、3番目のですね、主な、まあ、要点、あの趣旨な、あの用事なんですけどね。それで、まあ、ここでちょっと余談。